はい。ということで、えー、今日もね、メインテーマやっていきたいと思います。えー、っと、ラジオネーム、カモナスさんからいただいております。えー、ラジオネームがユニークですね。カモナスさんからあいただいております。絵文字付きでね。はい。<laughs> いただいております。ありがとうございます。えっと、だから、お便りフォームですね。からいただいております。読んでいきましょう。 いつも楽しく拝聴いたしております。つい先日受験が終わった小学校6年生男子の母です。オレンジ先生にお聞きしたいことがあります。理数科目は中学生からでも得意になると思いますが、息子は国語と社会が得意で。ほう算数は最終偏差値、かっこ浜学園5ヶ月平均が59、理科が51でした。え幸い、本命校。ここはあの あの隠してほしいということなんで隠しておりますは合格をいただくことができましたがえチャレンジ校各東大寺学園には理数で50点も及ばず本命校も理科と算数で失敗し試験後は絶対落ちた点てんてんてん終わった点てんてんてんと今まで見たことない絶望ぶりでした結果的には他で挽回できていたようですが息子は将来医学部に行きたいと言っておりチャレンジ校に受かるくらい 理数ができていないと難しいと思っていますちなみに夫はバリバリの理系私はバリバリの文系です基礎的なことは理解できていると思いますが発展問題がスラスラ解けるセンスはないように思います理数センスって今からでも磨けると思いますかオレンジ先生は小学生時代から数学センス抜群だったと思いますので中高時代のご友人や今までご指導された生徒様で 中学から理数系が伸びた方はいらっしゃるのかご経験則で結構ですので教えていただい教えていただけたら幸いですよろしくお願いいたしますということでありがとうございますえっとねあまあとりあえずあの受験お疲れ様でしたっていう感じですねまああの東大寺学園とかねま浜学園とかって書いてあるしまあこのタイミングで終わってるってことはまあ関西まあカモナスとも書いてあるしえまあまあ十中八甲の 関西のの方なのかななかっていう感じなんですけどねあのだから関西はね関東と違って、えー、1月20日台っていうかね、まあ、1月下旬ぐらいにはあのー、入試がだいたい終わっていくっていうようなスケジュールなんで。 まあ,まあこれぐらいの時期でねまあ,あ関西の受験っていうのはあらかた大体は日程としては終了したって感じですかねあお疲れ様でした本当にねあのだから関西組とかの人たちはねもうあの中学受験終わりましたっていう方が多いのかなああのお疲れ様でございましたねあの中学受験不思議なもんで、えー、地域によってええー、ねそのスケジュールが異なるもんで、えー、関東組はですね え終わったって感じですね。まだ始まってもないんだけどみたいなねお2月1日からが関東は本番ですからなんか不思議ですよね。だ僕ももともと関西に住んでたからさ、あのーまあ、メインの受験校とかは大体1月の20日前後にこう集中して受けてで一応関東遠征もあったからあの塾側からね、まあ、受けてほしいっていうこともあったんで,で、まあ、改正とか受けに行くためにね、あのー、だから10日間ぐらい空くわけよ。 おその期間すすごい覚えてますねだから塾行ってさ、まあ、自習とかするんだけどさもう誰もいないの誰もいないおだからなんか特別な和室みたいなところさ開けてもらってさだ教室とかも,もう全部閉めてるからそ,うそこのなんか入ったこともないような和室みたいなところ、ね、開けてもらって「あここで自習してええで」みたいな感じでそこでねあの自習と麻布、まあ、とか。 ね、改正とかのなんかそういう関東系の学校のね過去問とか、あのー、ゴリゴリ最後の10日間とかでやってたんですけどもおなんか懐かしいねそうそうちょっとタイムラグあるんだよね不思議なあの時間でしたけどもねあれねおまあということで、まあ、ちょっとわ自分の話入っちゃいましたけれどもおーおーおーなるほどね。 いやでも浜学園偏差値っていうと、まあ、大体サピックス偏差値と同じ感じなんでだからまあ関東の人からしたら、まあ、浜学園偏差値にや割イコールサピックス偏差値と考えていただいていいですだからまあサピックス偏差値で、まあ、59と51ぐらいだったってことですよね算数59でも算数59ってまあいいけどね普通に全然あの得意って言っていいと思うけどね <laughs> まあ51は確かにまあ苦手でもないけど まあ、そこそこかなっていう感じだけど59はあの、まあ、基本と標準問題に関しては、まあ、基本的にもうあのスラスラ解けるよねっていうで多分応用問題応用レベルの問題であの、まあ、ちょっとつまずく問題が、まあ、半分ぐらいあんのかなっていうような多分レベル感だよね。うん、でもだからさそれがさ苦手の方に入ってるってことは。 ね得意な国語と社会ってもうどうなってんのみたいな感じですよね。あものすごくあのできるんじゃないかなっていう感じですけどまあそれでね、えー、と本命校だから第一志望校ってことなのかな、うん、第一志望校に合格されたっていうことでねまあ本当良かったんじゃないですかね。いやまあまあでもいいだってまあ算数も武器になる偏差値持ってるからね十分まあそれは受かってもいいんじゃないかなっていう感じですけどね。ううん、うん、うんん まあ、ただどうしてもねその構造上算数が一番そのだよねそうだから算数苦手っていうかまあ算数得点が取れないとちょっと中学受験においては不利なんだよね、うん、これはあの僕は3年前か23年前にね頑張って一人でデータ集めて調べた動画があるんですけどそうそういろんな学校のね うん、あのー、合否のそれぞれの科目のまあ影響度っていうのを調べてさまあ結論としてはやっぱり算数が圧倒的に40%ぐらい持ってたんかな。うん あの全体100%とした時の40%ぐらいがまあ算数で決まるよねみたいなまあもちろん半分は超えないんだけれども、ね、4科目普通に均等で割ったら 25%25%25% 2 5 25 25になるはずのところがやっぱり算数の影響力っていうのが40%あったっていうのはまあでかいよねとだからやっぱり算数得意な子っていうのはちょっとやっぱと、あのー、有利だし一方で算数が苦手な子っていうのはちょっと不利だよねっていうのはあるんだよね。まあ、ただででも国語が得意っっていうのは、まあ、2番目にやっぱ影響度はやるんで 大体まあ簡単に簡単に覚えるなら四十パー算数四十パーで理科があれごめんなさい国語が三十パーで理科が二十パー社会が十パーっていう大体のまあ平均だよそれは学校によって特性はあるんだけど例えば奈良なんかは五十パーぐらいも算数で決まっちゃうんでとかっていうのはあるんだけどまあいろんな学校の平均を取ると大体ね四対三対二対一ぐらいだからまあそういう意味では国語が得意だったっていうのはちょっと。 まあそれは良かったよねだから一番、あのー、不利なのは三国苦手で「利者得意です」パターンが一番不利だよね。うん、だって三国で70%決まっちゃうわけだか,、うん、だからそこが苦手だとかなり、あのー、差がつけられちゃうよねっていう理科社会の得意分ではなかなか、まあ、挽回できないよねっていうのがあるんですよね。うん、だからまあそういう意味では国語が、ね、できたっていうのはいいんじゃないですか。うん すごいねだから昨日,昨日のさラジオもさあの医学部志望の中学生の話だったんだけど今日もねあの医学部志望の小学生、まあ、も,うもうすぐ新,新中1ですかうん小6生ってすごいねなんか医学部人気がやっぱありますねあまあね確かに医学部はね本当にあにいいですよねもういろいろと。 いろいろといいよね。もうまずあの食いっぱぐれないし、だからその職業としても安定してるし、でこの日本という日本というこの状況にも合ってるし。 ねえまあそれをいいと捉えるのか微妙だけど少なくとも少子高齢化で絶対さ医療っていうのは必要なわけだからで職業としてめちゃくちゃ安定してるから、まあ、生活に困ることはないよねっていうのがまず一つとであともう一つやっぱりそのやりががいいっていうのがまあ,あるよね、うんまあ、人を助けるっていう仕事だからさものすごく何て言うのかな あやりがい仕事としての,そのなんかやりがいは感じられるものなのかなまあもちろん、ね、人によるんだろうけどねやりがい全然感じてませんっていうお医者さんもいるかもしんないけどね、うん、いや意外と生活苦しいんですよっていうお医者さんもいるのかもしんないけど、まあ、平均したら基本的には食いっぱぐれないし仕事のやりがいもあるしっていうことでやっぱりまあどんな時代も、まあ、少なくとも日本ではあの人気が高いなっていう印象はありますけどね。 うん、なるほどね医学部に行きたいと。で理数ができないまあどうしてもやっぱり理医学部っていうのはあのー、理系科目っていうか、まあ、理系だからね、うんまあ、今後ちょっとどうなるか分かんないですけどね、うん、だけどまあ一般入試で受ける限りはやっぱり理系なんだよね。はい、でまあどうなんでしょうね。 まあ正直僕はあの医学部志望じゃなかったんであの医学部うんぬんっていうのはちょっとそこまで詳しくはないんだけれどもうんどうなんだろうねまあそのが大学によっても多分その医学部のレベルは違うだろうしうーんまあどこを目指すかって感じなんですけどどうなんでしょうまあえっとだからちょっと待ってね1個ずつ答えると。 はははははい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 、はい理数センスって今からでも磨けると思いますかっていう質問だよねまずね。でえっと理数センスって何なのっていう話をしておくとっていうかまあ僕の考えねあの僕のあくまで個人的考えだけど理数センスって何なのってセンスって何みたいなことですよね。そうじゃああさ例えばまあ 今の,今の、ね、中学受験の理科の問題でもさ算数の問題でもいいし、ね、大学受験の、まあ、例えば科学物理、えー、生物地学の問題でもいいし、ね、数学の問題でもいいけどさ赤ちゃんは絶対解けないじゃん。おね生まれたての赤ん坊は絶対解けないじゃん。おーねえおぎゃーって言ってさおぎゃーって言ってさなんか。 3ルート二のコサインシーターみたいなさそのおギャーで書けないじゃん答えられないじゃん絶対おだからセンスって何なのって話じゃんうんだから少なくとも生まれたての赤ちゃんには解けないのよおつまり後天的な知識なのねおだ生まれた後に知識が蓄積されていき 解けるようにどっかでなるわけじゃん。だから、生まれてきて決まるもんではないということだよ。詰まるところね。うん、そのだからまあ、理数センスっていうか、その大学受験で求められる。まあ、ここで言うと、医学部医学部入学医学部入部医学部に合格するために求められる。その、えー、理科系の問題を解解いたり、数学の問題を解いたりするね。その知識っていうのは？ 生まれる前から決まってるものではないということ少なくとも100%考点的だよね。だって大ギャーで答えられないんだから、うん。ってことはさ、ってことは、つまりだからその中学高校のさ、まあ中高一貫だったら六年間、六年間で大学そのなんか医学部合格するために必要なレベルに持っていくかどうかの話でしょ。じゃあそれってどうやって そのレベルそのそういう問題解けんのって言ったらさ単純に、えー、と知識を得てねちその解けるだけの知識を得てそれをアウトプットだよね持ってる知識を引き出してその問題を解くっていうその、まあ、問題を解く力だよねうん回答、まあ、正しい答えまで持っていく力これをつければいいって話じゃん。で ここにセンスまあ多分だからその何て言うのかな勘違いしてるよっていうことを僕は言いたくてあの別にそのなんかなんだろうなうんセンスっていう言葉は多分誤解をしていて経験なんですよ。じゃあなんで僕はね数学センスがあったかっていうと小さい頃から数字にめっちゃ触れてんのよ。 親のおかげでそうありがたいことにねありがたいことに僕は小学生に入る前からねまあ多分幼児教育を多分頑張ってくれたんだようちの母親がね。そうでそこはもうすごくありがたいしハッピーだしリスペクトだし感謝してんだけどそうまあそれは置いといて僕の話はね。まあ、でも少なくともなぜ僕は数学的センスがあったかっていうと小さい頃から数字に触れてたからなんだよ。 だから、えー、と要はその数的感覚っていうかまあ図形的感覚でもいいしまあ要は数学的感覚だよね。数学的ネイティブなのよわかりますでこれがねなぜならば小さい頃から本を読んでないから小さい頃から活字を大量に読んでないから活字ネイティブではないのよ活字フレンドリーじゃないのよ。 でも一方で数字とか、ね、図形とかそ算数的なことあるいは数学的なことには小さい頃から触れてたから数学フレンドリーなわけでもう少し分かりやすく言うとそういったことの経験の量が多いわけ知識の蓄積あるいは経験の蓄積が多いからだから好きにもなって なったし好きにもなりやすいし他の人にも勝ちやすいしこのなんていうのどん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 そのあ算数好きだなとかさあ数学好きだなとかっていう気持ちになっていくわけ。うん、だから要はあの経験を積積むかかまないかなのよそうだから別にあのセンスを磨くっていうのは多分ちょっとニュアンスが違くて。 練習をするかしないかなんだよおうでそれが好きだったら楽だよそれだって好きなことガンガンできるじゃんねえ例えばねえ歌が好きな人だったらカラオケ行くの楽しいじゃん歌の練習するの楽しいじゃん歌が好きだったら音楽が好きだったらねえおうだからギター好きだったらギターの練習 ねえ無心でできるじゃん。だけどギターが全然好きでもなく音楽が好きでもない人がギターの練習しなさいって言われたらさ苦痛でしかないじゃん。なんでこんな意味わかんねえ面白くないこともやらなきゃいけないんだよっていう。でそこはある。つまり数学とか理科がね嫌いだったらそれは大変だよ。だけどでも好き嫌いは、まあ、要は大変か大変じゃないかだけの話で結局は。 演習を積積むかかまないかないんだよそして演習を積む際の、まあ、もちろん効率とかも大切だよ量と質において、えー、高いそのそのパラメーターを高めるっていうことが多分センスを磨くという正体なのだってその何て言うのかないうん別になんかじゃあ幼稚園の時にどんだけやってきたとかでもないうん なぜならばまだまだ脳は成長するから中学生なんかは20代二十代ね真ん中ぐらいまでは脳は十分成長するんでだからまだまだあのその多分そのセンスと呼ばれているね鍵カ,カッコセンスですねっていうのはまだまだ磨けるだか,だからやるかやんないかなのよでしかもねしかもこれがあのー、大学院とかの研究だったら別よ もうなんか今までまだ解明されてない未解決問題に挑戦しますとかねあのなんかもう今世の中にないものを開発しますとかさそのまあ天才科学者とかさ天才数学者とかさそういう領域になったりとか研究職とかそういう領域になったらもしかしたら先天的なものが 関わってくるかもしれないけども大学受験なんてっていうか受験なんて暗記の世界なんだから暗記と演習この繰り返しの世界なんだからやるかやんないかなのよ。そんなん数学なんてねもう公式公式とパターンもう公式とパターンと演習死ぬほど演習。 これで成績なんて右肩上がっていくわけだからねだからそれやらないじゃん嫌い嫌いだけどやった人が勝つよねだからまあ当然好きだからやる人は勝つよ当たり前だけど好きだからやるじゃんだけどまあ好きでもないその数学嫌いだなっていう人の中で比べたら嫌いを乗り越えて頑張った人が当然勝つのよそういうそれだけの話なのよ理科も同じ 科学だって物理だって生物だって地学だって覚えればできる覚えて演習しまくったら誰でもできる受験レベルなんてそんなもんだからそう大学院とかね研究職とかねんかノーベル賞受賞とかそういうレベルだったらまた別だけどそんなだって教科書に載ってる内容でしか出ないんだから。 河合塾とか寸大とかね哲学会のテキストに載ってる内容ぐらいを全部仕上げたら大体のとこは受かるわけだからうんあとはそれをやるかやらないかでしょそれだけの話なんでそんなビビる必要ないですまあ数学理科がね嫌いなのかわか嫌いかどうか知らないけどもまあだからそうなのよ覚えなきゃいけないことがいっぱいあるしあの演習も当然たくさんやんなきゃいけないんで 面白くないよ好きじゃなかったら当然だってそもそも勉強なんてつまんないんだから好きじゃなければね僕も別に数学そんな好きじゃないよちなみにだって堅苦しいもん特に受験の大学受験の数学は別にそんな好きじゃないですだって記述めっちゃしなきゃいけないしでなんだろうな算数に比べるとやっぱり すごやっぱりいろいろと定義とか細かいことをね最後に確認しなきゃいけなかったりとか要は必要十分が満たされてるかどうかとかのチェックとかうるさいんだよ理屈に理屈っぽい理屈っぽさを極めたのが大学受験数学だからそうだから僕はそんな好きではないだけどあの まあ頑張ったよねでちなみに言うと僕は現代文国語ですね現代文なんかもうめちゃくちゃ嫌いだったし本なんかもうね五5冊も読んだかどうかぐらいの活字ノンフレンドリーだったんだけど浪人の1年間嫌いだけどめっちゃ頑張ったのよ。だったらもう偏差値めっちゃ上がったからで何て言うの東大受かるぐらいのレベルにはまでは持っていけたわけだから。 得意って言えるようになったからねうん僕なんてそんなねそんなセンスっていうのはまあないんだけど当は。うはその小学校の頃なんてだって偏差値30とかだったからね国語30代常連だったから中高もねうんそれでもさ死ぬほど頑張ったら偏差値60ぐらいまでいくからうんましてや6年間あるわけでしょ 中学受験で考えてみ ?6 年前っていつ小1だぜうん。小1からさ、ガンガン中学受験に向けてさ、勉強したらさ、そりゃ強いじゃん。ねえ、だってそこまでやる人いないんだから。それと一緒。大学受験までまだ6年間あるわけだから、まあそっからコツコツやればさ、いいんじゃないでそれ関係ない。理数センスないとか、全然気にしなくていい。うん。っていうか、むしろ、 だろうどっちかっていうとそれは多積思考な気がするつまりなんかセンスがないからできないんだよなっていう人たまにいるんだけど違う僕はあの僕が講師自体ね僕は厳しいからさ僕は冷酷な人間だからいや僕算数センスないんですよねとか平面図形センスないんですよねとかっていう生徒がたまにいるんだけどいやセンスのせいにするなよと。 おめえがやってねえだだけいつも言ってたんですけど今やってる2倍やったらいいじゃんってそれだけの話なのよそうセンスのせいにしちゃダメうん成績が芳しくないんだったらそれは量か質どっちかを上げる必要があるだけの話てか上げればいいだけの話量を2倍にするのか質を1.5倍あるいは2倍にするのかっていうだけの話だからうん センスのせいにするっていうのはむしろ多席思考もっと自分で努力できるところがあるからどっちかというとそっちかなだし大学受験っていうか受験勉強なんてさっきも言ったけどテキストに載ってる内容でほとんどほとんど合格できんだからテキストに載ってる内容全部できたらねってことは暗記と演習暗記と演習暗記と演習ばっかりのことなのよ。 ね、でこうなんのかなとかってたまに考えたりして暗記と演習んでこうなるのかな暗記と演習んでこうなるのかなで質問いってのこれの繰り返しそれをどんだけ量やってどんだけ質を確保できるかっていうそれだけの話だからセンスは関係ないいいと思ってうん実際僕も算数数学ではないけどでも僕も数学もさやってなかった高校時代とかそんなによくなかったからね普通に。それやってないからうん ましてや、ここなんて、僕は偏差値、昔30だったのが60まで上がってるから。うん。それはもう真剣にやるかやらないかだけの話だから。逆にだから安心していいってこと。ね。安心していい。センスなんてないから。うん。やるかやらないかだけ。はい。だから安心して頑張っていただけたらなと思います。以上です。